レンゴ。ふぅ。ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが、周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、超人たちを援護するぞ。神明落とし、敵を止める。なんと、結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。道は開かれた。みな、私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消える。ならば葬るまで。うひゃー、幻影どもがうようよしとれ。歪みが進んどる証拠かの。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力を得、そして倒すには腕輪の力が欠かせ。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたようだ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。さすがの働きよ。天使の味方でよかった。よくやった。そのまま行け。うぬがぶ、見事ぞ。ここは私が止めてみせよう。そんじゃ進んじゃおうかね。いざ、馬防機が相手となろう。幻だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものだな。超ウルトロもそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。さすがの働きよ。天使の味方でよかった。拙者は上孔明。お手に覚えあらばお相手願う。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。俺を倒していけ。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。ファンギコン、記憶に残る勝負を所望する。一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルの元へ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば。先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。探し出さねば。さて、出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かう。そんな、わしは向こうを探したるわ。よくやった。
そのまま行け。お前が真の三国武将とはな。わしをうならせるほどの活躍をするとは誇るがよい。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だがそこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。オーディン待っている。貴様を倒し俺が最強だと証明してやる。お前の相手は私だ。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。術者は一人ではないか。全て打たねば結界は解けんな。ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。さすがだな。お前の武勇頼もしい限りだ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、攻めちゃって。自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間などにほだされるか。奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ、この私。うまく進んでいるようだな。